収集任務は我々エンフォーサーに任されている。分かってるけどさ。気にするな。我々の縄張りの中でゴールドハンド団に盾つこうとする者はこのアズにはいない。やだな。まあボスが言うならしゃあねえか。いいこと聞いちゃった。どこででも育てちゃうよね。このツル暗礁好むらしいし、このブラストオーブいい感じに使えそう。
小ウサギ、俺たちの持ってる一番頑丈な縄で縛った上、錠までつけたってのに、どうやって。扉も全部ロックしたはずだぜ。それを全部すり抜けるなんざありえねえ。私みたいな天才エンジニアにかかればあんなロックなんて朝飯前ってね。それに大事な集会に行くとか言ってたのに、見れば下水清掃班の指揮してるじゃない。もしかしてあんた、この一味じゃちんけな抜け裂くクマさんってとこじゃない？誰が抜け裂くクマさんだ。あれれれ、ごめん、思ったことすぐ言っちゃうんだよね。でもあんた、やっぱり抜け裂くだよね。しゃらくせー、にゃー。このメカ技師はチューンアップしたばかりだぜ。お前たちはちょうどいい実験体だ。ありがたく思い上がれ。時間も無駄にしてらんないの。さっさと退場しちゃって。クソウサギ、教育してやる。ウサギ、教育してやる。うわあ、この傷のうずき、一体どういうことだてめえ。俺様と同じ獣人族なのにマナが違いすぎる。変だよね、なんでかな。くそったれ、覚えてやがれ。俺たち野党は絶対にこんな屈辱を許さねえからな。ちぇ、ここのドアもロックされてんの？面倒だな。そろそろ姿を現したら？そこにいるのは分かってるんだから。コホン、ごきげんようですわ。あーはっはっは。私こそ高潔にして神聖でありまばゆい美貌を誇る天使セリアですわ。あなたが私との出会いに感嘆するのは不思議ではありませんが、どうか頭を上げて。下げてないし、あんた戦っている間ずっと覗いてたでしょ。なんかよ。安心なさい、私は敵ではなくってよ。高潔にして神聖でありまばゆい美貌を誇る天使セリア様の姿に目を奪われて。奪われてないし、私の獲物をかすめ取ろうったってそうはいかないってな。後悔させてやるんだから。ちょっと最後まで私の話を聞きなさいな。私は義に生きる誇り高いバルハラの民ですわ。そんな卑怯な真似はしませんことよ。
アルハラ。アルハラの天使って人間の統治がなくなった後に自らの文化を築いた魔界族だっけ。ご名答ですわ。ならば私の一族の誉れ高き評判はご存知ですわよね。あんたたちの種族にこんなところで出会うとは思わなかったな。ヤバそうだから退散しよっと。ちょっとお待ちなさいな。こんな取引はいかが。あなたがここから